どうもおはようございます。全国3000万の育児パパの皆様、そして全国1億4000万の育児ママの皆様、こんにちは。今日ね、すごく興味深いことを発見しました。それはですね、まあ赤ちゃんのね、夜泣きなんですけども、いろんな理由で泣くじゃないですか。まあおしめだったり、それからミルクが足りなかったりとかね、で、あとは服がもうちょっとこう汚れてて不快だったりとか、そういうのがあると思うんですけども、昨日ね、発見したのはね、ものすごくユニークなことであって、これはよくね、思いついたなって自分でも思ったんですけど、2つあるんですよ。1つはね、鼻に、まだ鼻毛がないんですよ、赤ちゃんは。鼻毛がないんで、鼻にね、老廃物が溜まる、要するに鼻くそが溜まった時取れないんですよね。うんとかできないですから。で、そういうのを取る時にこの綿棒が活躍するんですよ。後ろから見て、後ろから下から見て、あ、溜まってるなと思ったら、この綿棒は大きいんで、これをね、削いであげるんですよ。削いであげるとささくれになっちゃうんで、それを水をつけてですね、水をつけてこうやって取ってあげると鼻がスースーなって、あ、快適みたいなのになるんですよね。で、その時重要なのが、水道水はね、使っていいのかどうかは私は自信がなかったんで、こういう時のためにね、財宝っていうミネラルウォーター、ちょっと九州にある高いやつがあるんですけど、それを買って、多分綺麗だろうから、それでこうやったというね、財宝という2リットルのペットボトルの、そのこのこれだけのために買ったというね、それがあったんで、こうやってみたということがあるんですけど、あと一つはね、こっちの方がすごくユニークだと思ったんですけども、この頭の皮がちょっとうちの山とか剥がれてるんですよ。で、剥がれて、それが多分ね、目に入って、なんか違和感があって、うわーって泣いてたと思うんですよね。それ気づくのむちゃくちゃ時間かかったんですよ。2時間ぐらい分かんなくって、おしめも何回も変えたんだけども、全然泣き止まなくって、で、ミルクも限界まであげたんだけども、全然もう飲まないところまで行ってですね、あ、違うなと、なんだろうなと、もしかしたら着替えたらいいのかなと思ったんですよ。着替えたばっかりだしなとかね、思った時に、脇の下とかがかぶれちゃって痛いみたいなことがあるじゃないですか。だから脇の下とか背中とか見たんですけども、それこそ全身くまなく見たんですけど、何にも異常がなかったんですよ。それで気づいたのが、ここら辺の皮が剥がれてね、寝てるうちにこの目に入ってるわけなんですよ。で、目に入った時にやっぱまた綿棒が活躍ですよね。綿棒でこう取ってあげたいんだけども、取ってあげたいんですけども、この綿棒につける水ですよね、つける水が、水道水はさすがに目にはどうかなと思うじゃないですか。で、ミネラルウォーターもどうしようかなと思ったんですよ。さすがの財宝も目には違和感あるかもしれないなって。そこでひらめいたのが、このヤマト君自身の涙をね、ここに吸わせて、もう出っ放しのやつを、それで目に入ってるこうホコリを取ったらどうかなと思ったら、これがうまく取れたんですよね。そしてパッと取ったらですね、ヤマト君ニコニコですわ。で、こういうことはね、多分ね、赤ちゃん夜泣きで検索しても出てこないんじゃないかなと思うんで、私がこうやってログを残しました。多分ね、こういうケースってむちゃくちゃ少ないと思うんですけども、少ないケースってネットに上がりにくいのと、育児経験のある人も教えてくれないと思うんですよ。知ってても多分こんな細かいところまで言わないと思うんですよね。まあですんで、まあ私のこのね、YouTube が何かの役に立てばと思いまして、問題解決の後こうやって発信しました。それでは、いってらっしゃい。